愛川町郷土資料館に来ております。今日は学芸員の岩田さんにお話をお聞きします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、はい、今回の秋季企画展の、はい、内容を教えてください。はい、愛川町郷土資料館では秋季企画展として、ナンバーの教師から見る平成のスポーツということで、企画いたしました。で、愛川町はですね、平成元年にジョニー・ミナースポーツの街宣言という宣言を発表しまして、でそれ以来ですね、町民の皆さんがそれぞれがスポーツに親しんでいただいて、心も体もですね、健やかに過ごしていただこうということをですね、考えて街づくりを進めてきました。今回はですね、そういった街のスポーツの取り組みとですね、それと、この難波の教師ですねに取り上げられた様々な写真を使ってですね、平成という時代を振り返る、そういう企画を考えましたので、ぜひご覧いただきたいと思います。企画展示室の中ではですね、スポーツ雑誌ナンバーの表紙をですね、小口堂に展示させていただきまして、各テーマごとに分けてですね、ご覧いただけるようにしてあります。で、こういった表紙をですね、一箇所でご覧いただく機会なかなかないと思いますので、今回はですね、いくつもの写真をですね、一堂にご覧いただくということが一つの見どころとなっておりますので、皆さんぜひですね、それぞれお気に入りの一枚ですね、見つけていただきたいと思います。町にゆかりのスポーツ選手たちの、品々もですね、展示させていただいてます。東京ヤクルトスワローズに所属しておられた村中恭平選手のユニフォームですとか、グローブですね、2014年のソチオリンピックに出場されたスケート選手の坂下聡選手が使用されたスケート靴、ホームタウンチームの SC 相模原に所属しておられた川口義勝選手のサインもですね、今回展示させていただいております。開催日時等を教えてください。はい、来月の11月29日まで、朝9時から夕方5時まで、開館しております。また休館日なんですけども、毎週月曜日と、月曜日が休日の場合はその翌日が休館日となりますので、お気をつけください。皆さんどうぞ、お誘い合わせの上で、ご来館ください。よろしくお願いします。